豚ハゲさん、デコルト姉さんに内装しましたって、うん、誰でもいいですよ、押してくださいね、うん、ダーリン、深呼吸するべって、うん、千代ちゃん、ナイスポチッ、ありがとう、千代ちゃん、ナイスありがとう、ニューちゃん、ああって、さくらちゃん、自由ですよってね、そうだよね、誰に押そうが自由だよね、さくらちゃんね、ブタハゲちゃん、うわれーってね、トラエンさん、まゆちゃん、戦略なんすかよ、もうナイス引かれるからとか言い訳できないねってね、別にいいんだよ、私1位狙ってないから、もう自然の流れでいいんじゃない、あなたはそんなに気にすることないよ、私1位狙ってませんから、山下先生ナイスしたってありがとうありがとう、うん、おっかさん元気出してねってね、うん、大丈夫よ、私1位狙ってませんから、うん、大体において年が違うでしょ、76だよ、まゆちゃん若いよ、まだ年から考えてよね、私が1位取れるわけないじゃんね、2位だって普通は取れないよ、でも2位取ってるよね、私そんな狙ってないですね、年を考えてよ、年をね、ナイス引かれなかったら1位取れるって言ってたからね、うん、それは言ってる、うん、それは取れるんじゃない、200から10日で2000ナイスですよ、そうでしょ、うん、200ってことないかんね、もっと引かれるかんね、ね、うん、そうでしょ、悪いけど、うん、もうね、次元が低くて話になんないわ。これで。ね、これで話になんない。ね、自分がナイスやってみて。毎日200から引かれてみて。ね、200取るのどれだけ大変だか分かります?分かります?うん。こう、豚ハゲはね、アンチ、消すか。豚ハゲ消すか。こういう人いらないわよ。ね、もうアンチは消した方がいいわよ、ね、関係ないから、豚ハゲ、うん、豚ハゲ消すわよ、ブロック、うん、ね、こういう余分なものはいらないね、豚ハゲ消しました、うん、計算できる、3日でも専用予約ナイス差が開いてるよって、誰か来たん、うちのせがれだ、またどっか行こう、いいな、ね、うちのせがれ、カッパーは家にいる、今出かけたよ今、うん、にゅーちゃん笑う、ちくわちゃん笑うってね、にゅーちゃん泣くってね、ちくわちゃん昨日ごめんね、いろいろね、ごめんね、ちくわちゃんありがとう、ありがとうね、ちくわちゃん、うん、こちら、こう、工事だよって、息子はどこに出かけたのって、わかんないよ。また出かけてよ、今、車で。なんか落としたからさ、せがれどこ行くのって、わかんない。全然言わないから。ね。みゅーちゃん、こんにちは。初コメって、ありがとう。ありがとうね。みゅーちゃん、よろしかったらナイス。よろしくね。よろしくね。せがれ、朝も出かけてなかったって。うん、朝もいなかったような気がする。うん、私わかんないもん。あ、ちくわちゃん。いやいや、こちらこそ、妖精さんの枠で議論してごめんね。でも、許さないわ。笑うって。うん、ありがとうね、ちくわちゃん。うん、ありがとう。ね。うん、さくらちゃん、読まないでねって、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ね、うちのせがれ、どこ行ったん?おかしいね。うん、
参ったな。なんかまたあれか、外食か、うん、また外食か。おじもいねえし、二人いねえよ。こういうもんしかいねえんだよ、私には。ねえ。いつもいるのはたまちゃんと私。ねえ。参っちゃうね。こうじだよって。息子は普段何してるの？全然わかんねえ。あっちの部屋行かないから私。ねえ。カッパ、朝ドライブしてたって言ってた。ニートのくせにってね。本当だよね。ポンポンありがとう。ありがとう。のりこさん。信号親に借金700万払わせる。そんなことねえよ。700万なんてねえからすやねえよ。しぐれさん、一人イライラせずでいいですよね。そうだね。おゆみちゃん、ポンポン参考、ありがとう。ありがとうね。あゆみちゃん、ありがとうございます。ありがとう。大変ね、人間生きてくのね。つくづくそう思うよ。ね。ああ、れいこさん、いや、悪いけどって、ありがとう。ナイスしたよって、ありがとうございます。れいこさん、ナイスありがとう。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとう、れいこさん。ありがとうね。ありがとうございます。今日はいくらか涼しいね。あれいこさんだーって、ちくわちゃん。コージーだよって。慎吾の信用力で700万借り入れるはずがない。そうでしょ、うん、借りられないよね。だから嘘だよ、きっと。嘘。こちら、ポンポンさん、こう、ありがとう。本当にね、コージーさんの言う通り、700万借りられないよ、あの信号。ニートだもん。ちくわちゃん、れいこさんに聞かなきゃだーってね、うん、聞いてみて、ちくわちゃん、うん、しぐれちゃん、よせさんの夜ご飯何かなって、もうご飯あるのよ、うん、私ね、これ、もう今日焼きそばよ、これ一パック170円の177円の焼きそば、これを1日かかって食べるの、うん、私ね、一回これ全部食べられない。これ夜食べられるのよ、これで1日これ1食、うん、あとはね、飲んだり、うん、せんべい食べたりね、これで足りるのよ、うん、こんなの全部食えないよ、一回で。これ夜食べられるから半分ね、朝と昼これ半分、これ薬飲んで、こんな量食べられない。昨日はそうめん食べてさ、そうめんだとダメなのよ。焼きそばの方がキャベツがあるでしょ、あと肉入ってるしね。そうめんっていうのはさ、つゆとさ、ネギとさ、薬味だけでしょ。こっちの方がいいわよ、ね、そうだよね。1月10日の価格じゃ。あ、れいこさん、第一コメント抜きねって。何？第一のコメント。マリアちゃん、これも食べてって。ありがとう。ありがとうね。ポテト&バーガー、ありがとうございます。ありがとうね。マリアちゃん、ありがとうございます。ありがとう。イベントさん、うん、ポンポンさん、こうありがとう。ミュウちゃん、ポンポンさん、こうありがとう。イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。レイコさん、千代神さんとねねちゃんは同じ、キキさんだと思うよ。うん、キキちゃん、キキちゃんって誰？速報、よせさん600ナイスって。まゆちゃん1000、あ、今いいよ。
まだ逆流だってね、ちくわちゃんイベント盛り上げたいさ、ポンポンさんこうありがとう、ペペロちゃんヨセさんナイス、買わないの腰痛くないって大丈夫だよ、涼しい時はお勝手でやるから大丈夫よ。田村さん、慎吾の食事の10分の1のって価格じゃんって、私そうだよ、これ177円を1日で食うんだよ、そうだよ、イベント盛り上げ大佐10倍ポンポンありがとうございます、ありがとうね、ありがとうね、かまちゃんと私だけだよいつも、あとは外食なんだよ2人とも、そうでしょ、え、れいこさん、ききさんの時によせさん、何リスナーがブロックしていったけど、よせさん、ききちゃんのかわいいアンチならブロックするけど、私は何も言われてないからブロックしないと言ってたって、ブロックしないと思うよ、そうなの、ききちゃん、ききちゃんってあれだっけ、あのさ、フラー先生のあれだ、かわいい、あのフラー先生、ききちゃんってあれだよね、ピアノをやってたききちゃん、ちょっとど忘れちゃった、ブロックする必要ないんだけど、やっぱり過去にもトラブルを起こしてるんですね、そうなの、今外食すると最低でも1食1000円以上になります、れいこさん昨日の話持ち込まないでって、何キキさんって言ったじゃん、夫じゃん、北斗さんとモカさん暴言吐いた、あああのキキちゃんね、フラ先生のほらあれだったよね、キキちゃん、フラ先生とね、よあのあれだよね、可愛い子だよね、キキちゃんってね、知ってるよ、キキちゃんもいなくなっちゃったな、ブロックしてないけど私キキちゃん、そうだね、レイコさんありがとうございますって、ちくわちゃん、そうなん、わかる、北斗さんとモカちゃんいたよね、ほんでキキちゃんが何か言ったっつんで北斗さん来なくなったんだよね、それ知ってるよ、キノコッ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 コ、キノコは北斗ってよく言ったもんね、あ、そういうこと、だってキキちゃんとさネネちゃん違うでしょ、同じ人物じゃないと思うけど、どういうの、意味が分かんないんだよ、ちくわちゃんどういうの、わんってレゴさんってよ、信号ボクシング始め、ちくわちゃんは間違ったこと言ってなかったよ、ちくわちゃんは頭がいいしいろいろ知ってるから、これからも家のことからいろいろ教えたいといいよってね、教えてってね、そうなん、ちくわちゃん涙って何、キキちゃんとネネちゃんどういう関係、違うんじゃない、どういう意味が分かんねえよちくわちゃん、ペペロちゃん意味が分かんなきゃ話話題変えてよ、だって「ゆうけけさんこんばんは」「ぽんぽんありがとう」「ゆうけけさん一緒な一緒な人物なんだよ、千代神さんとねねさんは同じだよ、キキちゃんも同じ、三人同じ、さくらちゃんそうみたい、ねねちゃんの話だって、私三人が一緒だとは思わなかったで、こんばんはお疲れ様って、
ポンポン参考ありがとう、いろいろな設定変えて切れるんだって、トラブル起こして同一人物。私知ってるのは、うん、あのね、千代神ちゃんとねねちゃんは同じだと思う、キキちゃんは別だと思うけど、キキちゃんも同じなの？玲子さん、千代神さんとねねちゃんは片方をブロックすると片方もブロックされる、同じだ、うん、この二人は同じだと思うよ。でも玲子さん、あれ、キキちゃんも同じなの？違うよね。うん、知ってるよ、千代神ちゃんとねねちゃんは同じだと思う、でもキキちゃんは違うでしょ、三人同じ。同一人物なんですかって、どなんするんよって。ゆきじさん、よしえさん、姉さんは若い頃どんな仕事をしてた？私仲居やってた、ゆきじさん、まちゃこちゃん、いろんな名前変えるんだね、怖いよねってね。千代神ちゃんいたよ、昔可愛かったよ。よしえさんのことを大好きなのは悪いけど、リサにビビリはよくないです。キキちゃんもそうだよ、キューピーちゃん、キューピーちゃんに無課金と、キューピーちゃんって、あれ、キキちゃん、あれ、キキちゃんとネネちゃん違うでしょ。その辺が分かんない。だから言ってる、一番信用できない。ゆきじさん、中井さんですか、お客さんにモテたでしょうねって、ありがとう、ありがとう、ゆきじさん、ありがとうございます、ありがとう。だから私が知ってるのは、千代神ちゃんとねねちゃんは同じ人物、それわかるんだよね、だけどキキちゃんは違うでしょ、キキちゃん違うでしょ、違うと思うけど、千代神さん20円アイテム2000くらいな、私の悪口書いた、200円くらい、若い頃の妖精さん、何が何だか分かんない。千代神さん、10円アイテム200円くらい投げ、7しで私の悪口書いて、私が7し見たから教えたら千代神さんだったの覚えてる。あ、そうなんだ、そういうことがあったの、だけどキキちゃんは違うでしょ、キキちゃんは3人一緒じゃないでしょ。私ね、千代神ちゃんとねねちゃんは同じだと思う、だけどキキちゃんは違うと思う、別だと思うのよね。違う、そういう言うのをちょっとねってね、妖精さんには害ないけど悲しんでるリスナーさんもいるんだって。そうなん、そんなリスナーさんの悪口を七しで書いたんじゃん。本当に私覚えてねえんだな。千代神ちゃんいたのは知ってるよ、だから千代神ちゃんって私さ、和風だから好きだった、だから名前をきちんと覚えてる。だってね、千代神ってこう和風のでしょ、可愛い名前だなっていつも思った。そうだよね、覚えてないの、笑う。千代神ちゃんは知ってるよ、それがねねちゃんだっていうの最近分かった、それは最近分かった。でもキキちゃんっていう子もいたでしょ、あのピアノ浦和先生とピアノ習ったってね、そのキキちゃんがさ、
あのなんだっけ、北斗さんとか、うん、あれも知ってる、あの騒ぎ、うん、北斗さんといたよね、もう一人ね、うん、それ覚えてる、うん、だからキキちゃん来てないでしょ、キキちゃんいないでしょ、いないよね、うん、みんな悪口書いて自分怒ったら自分近くの司法書士何亡くなったんだよって、え請求するって言ってた、そうなん、囲いの実態わかるよね、これが囲いの、中和み時代自爆して場所を、うん、なくしたんだよって、怪獣請求って、もういいからその話は、なんだか複雑な話だ、お年寄りにはかなり負担がわからないってね、ゆきじいちゃん、まちょこちゃん、これのトラブルより言ってるよ、何これのトラブルよく言ってるよ、中村さんねって、中村さんが、うん、こういうトラブル繰り返す閲覧とナイスが減ってくる、前もそうだったって、ちくわちゃん難しいね、よせさん申し訳ない、ただねねちゃんが何、うん、見えなくなっちゃったよ、ちくわちゃん下行っちゃったで、ねねちゃんがってわかんねえよ、うん、話題を変えたらって、みゆきちゃんこんばんは、暑いですって、暑いね、ポンポンありがとう、ポンポンありがとうね、ありがとうね、みゆきちゃんポンポンありがとうね、ありがとうね、はあ、はあ、すっきりしたと思うよって、初見ですって、ありがとう初米さん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、ちぎちゃんギュ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 って、初米さんありがとう、ありがとう、旅館転々しました、どんなところ行ったんですかって、私長瀞だよ、なんで腹から声出して名前ちゃんと呼んでくれないのって、呼んでるよ、うん、もう質問する前に自分で調べましょうってね、ポンポンさん、こありがとうね、ねねちゃんは人と関わりた、関わり方がうまくいかないんだと思う、今度ひどいコメントをしたらみんなでコメントを通報しよう、それしかないって、そうなんだ、ほんと、今日ねねちゃんからコメントあったよ、今仕事中ですって、よせさん夜になったら私も行っていいですかって言うから、あ大丈夫ですよって一応言いましたけどね、そうだよ、ゆきじさん長瀞がいいところだね、行ったことないけど笑うってね、ね、なんかキキちゃんっていたよな、確かに、だけど3人が一緒の人物じゃないでしょ、キューピーちゃんも暴言言われたからね、そうなんだ、被害なくてもリスナーさん被害を受けてる、次は通報するって、イベント盛り上げた、ポンポンさんこうありがとう
あ、そうなんだ、ねねちゃんお仕事なんだ、頑張ってるねって。そうね、さくらちゃん、さっきコメントあった、今夜よしえさんの枠行ってもいいですかって言うから、いいですよって言いましたよ、うん、みんな頑張って生きてるわってね。そうだね、とこちゃん、すびちゃん、よしえさんこんにちは、毎日暑いですがお体大切にしてください、ありがとう、今日はイベントをするのってね、そうそう、そういう違法かなってね、まちょこちゃん、これはってね、毎日みんな大変よって。そうだよね、ペペロちゃん、ダーリンうるさい、ゆめまいるちゃんこんにちはって、ゆきじさんポチッとな、となしました、笑うって、ありがとう、ゆきじちゃんありがとうね、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこうありがとう、ありがとうね、まちょこさん、ねねさんが今度暴言言ったらコメント通報しましょうってね、ちくわちゃん、またこのトラブルになるよって、うるさいならミュートにしてください、ゆなちゃん、 KP ありがとう、5個ありがとう、よさるワンタンさん、マナまたねねちゃんしつこすぎだってね、またねねちゃんってしつこすぎだって、よたろうワンタンさん、ナナシのイベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこうありがとう、ありがとう、ゆきじいちゃんあと76、皆さんナイスをしましょうってね、ゆかちゃんこんばんはって、木村舞ちゃんついていけばって話題だってね、ついていけない話題、そうだミュートをしね、何ぐれぐれ雑談より意味がある配信だよってね、私もコメント参加しますって、最近見た人わからないと思うよって、こちらなんか意味が全然わかんねえよ私、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこうありがとうございます、ゆきじいちゃんあと74になりましたって、ちくわちゃん、まなちゃん、キューピーちゃんが感動してたよって、安心して心配してありがとうってね、ポンポンさんこうありがとう、まなちゃんさんどうどんどん通報ってね、今日は比較的涼しいねって、そうだねワンタンさん、比較的涼しい、ね、本当キュービーちゃんよかった、ゆかりちゃん、よせさんここ、こんにちは、ナイスをしに来ましたって、ありがとう、話題変えよう、指示しないでってね、私もいいけどナイスしてからにしましょう、よしえ姉さんのために、ありがとう、わかりましたって、ゆかりちゃん、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね、あと72だって、ナイスはしてから書いてるよってね、あと72だってゆきじいちゃん、ありがとうね、ナイスのカウントってなんかな、ナイスのかガーネットさん、シラフを飲んでって、マナちゃん、私ヨシエさんにネネちゃんのこと言うと資格あるって言われたのってね、なんか私の悪口になってきた今度、なんかおかしい、おかしい、おかしいよ、資格あるって言われたってね、そうね、
なんかいいよもう。疲れる。私疲れちゃったもう。なんでこうなるの？悪口でないよって。だからもうこの試合やめろ。悪口じゃないの。私は意見通してしただけだ。余生さんはねねちゃんの、うん、が関係ないから別の場所で行ってくれないってね。うん、余生さんねねちゃんの件関係ないってね。うん、うさあ余生すごいやつだなって言ったからでしょってくどいね。大磯さんダーリンアンチだしうざいねってね。そうだね、うん、なんでこうになるのかな、うん、考えられないね。ねねちゃんだって謝ってるんだからさ、ここまでさみんなで追いやることないと思うよ私。なんでこうなっちゃうの？そう思わない？余生が悪い。何？追いやってないって。ここに来て言うかな。他の枠でうるさいってね。うん。うん。まちゃこちゃ。うん。ほら、この話、アンチが増えてきた。囲いも少しは考えなよってね。うん。それなりにってことをしたからだ。ここに来て言わないで他の枠に行けってね、うん、そうだね大磯さんね、うん、マナちゃんうるさいねアンチってね、うん、私は謝ってっていないからって、マナマナナナシ外してからいいよカスうざいんだよ余生さんを困らせるな。ありがとうワンタンさん、ありがとう。困るよね私だってね。なんかこんな話題ばっかりじゃん最近。おかしくないね。みんな仲良くするんが普通じゃないかな。私はそう思うけど、また頭おかしくなるで私。なんか揉めてるよ、うん、なんかおかしい。まなまな うるさいから余生さん困らせるな。もう行ってってね、うん、ゆうさん、こんばんはって。初コメさん、ナイスよろしく、よろしくね。どこの枠じゃなくて、自分の中で話してくださいってね。って、ちくわちゃん。あーって。だから、トラブルがあると、毎回ナイスが減り、閲覧もなくなってくるってね。心の中は、そうだって。うん。余生さんねねの味方ばかりするからだよって。ねねちゃんそんな悪い子かさ。私そんな思わないけどな、うん、ねねちゃんそんな悪い子かな。謝ってるよねみんなにね。謝ったらさみんな分かってもらいたいよな。誰だってね人生失敗あるよね。ほいでごめんねってみんなに謝ったらさ分かってもらいたいよな。さくらちゃん、ねねちゃん悪くないよって。ね、さくらちゃん、ナナシでしか言えないのってね。ちょっとまずいね。ね、さくらちゃんね、ねねちゃん、あんまりみんなでいじめたらかわいそうだよね。謝ってるよね、確かね。謝ってるよ。ね、私そう思うんだけど。私だったら許すね。うん、悪いけど。自分でねちゃんと謝って、うん、皆さんごめんねって謝ってる、うん、いじめてないよいじめられたんだって。だからさちくわちゃん謝ってるから勘弁してやってよ。かわいそうじゃないねねちゃんだって。そう思わない？余生さんかわいそうやろって。私は動画で見た。自分が誹謗中傷されたことを思い出し書いただけだ。私は謝れてないって。さすがにしつこいど知らないうちに余生さんもいじめてることに気づけ、うん、そうだよね。私なんかみんなに責められてる。確かに、うん、
あのね、うん、ワンタンさんが言う通り、うん、私責められてるよ、私が、うん、そう思う、自分で。あんまりね、言われるとね、ほんとそう思う、うん、私そう思う、うん、ワンタンさんの言う通り、うん、そうだよ、うんうん、ヨセさん、こんにちは。ありがとう。ありがとう、にゃんたちゃん、ありがとう。ポンポン、ありがとうね。ナイスポチって、ありがとう。なんか悲しいや。座ってないかってね。ねねちゃん、謝ってるんだ。で、終わりだってね。うん。マジ、かっこいい、くどいってね。ナイスをしましたって。超いいね。ありがとう。ありがとう。さくらちゃん、そうね。しっかり謝ったわ。ヨセさん、自分の気持ちや考えを信じようってね。そうだね。ヨキジイさん、いい加減にしなさい。本気でやるよってね。ヨセさんの頭がふわーっとしませんようにって、ありがとう。金のメガホン、ありがとう。ヨセさん、無理しないでね。ありがとう。ポンポンさん、こう、ありがとう。しつこい、何ストレス与えないでって。マナがヨセさんをいじめてるのが気がついてってね。焼きそばさん。レイマークさん。バーガーありがとう。ありがとう。ありがとうね。いや、焼きそばです。ゆうたろくん。なんかあったの。配信はどこでもトラブルありますからね。そう。なんかリスナーさん同士で言い合ってね。うん、いろいろ大変なのよ、ゆうたろくん。うん、いろいろね。ペペロちゃん、焼きそばだよってね。ああ、ひどいって、もういいよ。もういい。うん。ね。ああ、嫌だったら離れてもらって結構。私。ね。私をいじめるんだったら、私はいいですよ。新しいリスナーさんを求めますから。ね。こんだけいじめられたら私頭狂っちゃうよ。そうでしょ。ね。そうだねって。ね。そうだよね、さくらちゃん。ね。私いじめられてるよね、みんなにね。すごいな、よし。ってね、うん。いいんじゃない?もう。そう思うよ。急に何があったんですかってね。みんな仲良くするんが普通じゃない?よし、落ち着け。ってね。だって私って何も悪いことしてないのにさ、なんで私がこうにいろんなリスナーさんにこう言われなくちゃなんないね。私もう疲れたよ。疲れた。いいと思うよ、離れてく人は離れてって。慎吾がよく言うで、うん、もう離れてく人は離れてっていいんだよってうちの子よく言う。まちょこちゃん、よせいさんの枠楽しくしてね、頑張れって。ありがとう、まちこちゃん。私はヨセさんの味方です。マナーマナーはあって、うん、だから傷ついているのはヨセさん、姉さん、みんなさっさと消えなさいってね。みんな仲良く、それができない人は出て行きなさいってね。もうさ、白湯の上って、うん、ゆきじさんの言う通りだってね。ヨタロワンタンさん、ありがとう、ありがとう。まったくね、ゆきじいさんの言う通り、ひまじナイスをしましたよ、うん、お互い様、何ゆきじいさんだって、あと31、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。もうさん笑う、ゆんぽちゃん、さあ、大抵なって、うん、謝って許せないで、ぐちぐち言って困らせるのは、ちくわとマナだって、謝って許せないってね、ちくわとマナだってイベント盛り上げたいさん、ポンポン参考、ありがとうございます。ペペロちゃん、ほんまにみんなってね。ナナシ誰ですか?笑う。秘密のプラセンターさん、出ていけよって。ありがとう。いいね、ありがとう。
いいね、ありがとう。うん、よざるワンタンさん、なんかさ話が変わってるよね、嫌いなって。ゆきじいさんありがとう、ゆきじいさんありがとうって。さくらちゃん、もうさん、七しで、七しはダメだって、うん、ペペロちゃん、今よせいさん、辛そうなの分かっているよ、やめようよってね、うん、この方の意見いいね、ペペロちゃん、ご飯作りながら聞いてるよってね、うん、よせいさん思いますよ、今のここは目にする辛いストレスに花と思うけど、でも謝ってる人をいつまでもつくのは良くないよ、外部者が余計な発言だ。うん、ね、いいことだね、そう思うよ私も。うん、同じリスナーさん応援してくれるんだったらさ、謝った人ね、そうだよね、謝った人をね、みんなで温かく迎えなくっちゃ、誰だって失敗あるよ、そうだよね。よせいさんかわいそうだよって、幼年76歳だよってね、ありがとう。こちらポンポンさん、こうありがとう。結局自分が一番かわいいってね、うん、うわーおんさん何歳ですかって、ありがとう、76だよ。うん、よせいさんは優しすぎただけだよってね、うん、そうだワンタンさん、私優しいよ、そうだよ、私がみんなにね、なんか次悪口言ってさ、ごめんねって私が謝って、みんなにね、つつかれてね、いつまでも言われたらかわいそうでしょ、私だったら言わないね、もう、うん、私だったらね、うん、ね、自分がその立場になってみてよね、そう思うけど、うん、悪いことをしてすごく謝って許してってね、うんうん、びっくりだねってね、うん、76歳なんですか、うわお若いです、とんでもない、うん、ポンポン参考ありがとうございます、ありがとう、来るなと言ったらダメだよでね、うん、私なんでさ、よっちゃん、あ、何、あげたいよ、ポンポンさんこありがとう、マミちゃん、よせさんこんばんは、今日は早めに来れた、ありがとう、大丈夫ってモーさん、うん、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこありがとう、シライフのぶべく、マミちゃん、ポンポンさんこありがとう、うん、口の利き方気をつけなさいってね、なんかさアンチがね、みんなねあれにくっついちゃってんのよ、ねねちゃんの悪口、みんなアンチがね一緒になっちゃってる、うん、うざいってワンタンさんね、うん、そうだね、うん、もうさーんトイレに行ってこいよ、笑うってね、あーもうやだ、深呼吸するべとか、うん、慎吾よく言うんだよね、うん、離れてくる人は離れてっていいんだよって、あの子よく言う、うん、それは言うよあの子、うん、また新しいリスナーさん来るからって、あの子はよく言う、それは言うよあの子、慎吾はね、うん、女ねぐちゃ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 言う、離れていいんだよってあの子はよく言う、うん、収まらないよってね、うん、都合のいい時だけ、まちょこちゃん水分取ってねって、ありがとう、大磯さんアンチもブロックしてるから、よせさん消してもいいんじゃないってね、あし秘密のプラセンサーさん、その通りだって、超いいね、ありがとう、ありがとう、ゆきじいさんこれ、いやこれくらいやらないとよせさんが迷惑だってね、
それが美味しいよねってね、うん、ああワンタンさん、この件でアンチになる人何人もいるねってね、うん、グワッチくんメガホンプレゼントありがとう、ありがとうね、ありがとう盛り上げたいさん、ありがとうございます。ああ私も頭おかしくなるで、昨日の夜もそうで、また今度こうでしょう、なんかおかしいよ頭が、うん、悪い、おかしくなっちゃう、悪いけど、うん、うん、私はねねちゃんを信じますってね、さくらちゃんね、うん、うん、僕とゆきじいさんは多分馬が合いますね、そうだね、ワンタンさんとゆきじいさんね、そうだね、うん、わかるよ、ゆきじいさんもね優しいね、優しいよゆきじいさん、私もそう思う、ゆきじいさん優しい、誰もね失敗あるよね、うん、でもだ私なんてさ職場で喧嘩することあるよね、誰もねあるよね、でもさ相手が謝ってたらね許してあげたいよね、そう思わない、私はそういう性格だけど、うん、私はね、うん、そもそも自分の言い分が通らないからと言って人に当たる方が悪いってね、あら嬉しいってね、与太郎ワンタンさん、ゴールデンキャレラックさん、ケービをプレゼントってありがとう、大変だヨセイさん、かわいそうだまた考えすぎてってね、ヨセイさんは優しすぎて、ねねちゃんを許したいけど周りが許さなかったんだねって、あ、そんな感じだね、この感じね、うん、そんな感じね、うん、ダーリンさんやめとこうって、え、正論ありがとうねってね、うん、うん、なんだか意味がわかんねえ全然、うん、ヨセイさん許してあげたいという何、うん、暇人ダーリンさんコメント消しますねって、消してますねってね、あ、ペペロちゃん、ちくわちゃん、やめよってね。ペペロ、ちくわちゃん、やめよ。まちゃこちゃん、ダーリンさんって、って。人は責められるに相当の理由があるけど、思いやりのないことは理由にならないってね。ゆきじいちゃん、うん、ゆきじいちゃん、ね。J さん、ヨセさん、こんにちは。今日のナイスまだ押してなかったので押しますって。ありがとう。ありがとうね。J さん、ありがとうございます。ありがとう。うん、ありがとうね、J さん。ヨシミちゃん、ナイスしましたよって。ありがとう。ありがとう。ゆきじさん、あと47ナイスだって、ありがとう。ゆきじさんの言葉、勉強になりますって、さくらちゃん。うん、ね、うん。うん。ほんとね。何、龍角さん、アンチだよね。誰を信じて勝手だけど、現にねねちゃんにいじめられた被害者何人もいるのに、それから目を背向けて信じますってね、龍角さん、龍角さんもともとアンチでしょ、あなたは、あなたはもともとアンチだよね、これをね、あれだよね、こういう件であなたアンチでしょ、今日も責められてますね、私はここに来るのはナイス、面白い、
おかしくよしえさんに、ありがとうかおりんちゃん、ありがとう、ありがとうね。くりまんじゅうさん、なんかそう心当たりがないんですかって、ねねちゃんにいじめられてってね、とてもって、まあね、昭和の人間ですから、笑う人の折り見て、うん、人のは振り見て我が振り直せ、そうだね、うん、笑うってゆきじいちゃん、もうそれだけ意見が違うのは仕方ないけどってもうさん、ああペペロちゃん、よせさん歌歌いましょうってね、うん、龍角さんコロコロ名前変えてるからアンチだ、そうでしょ、うん、私わかるもん、大磯さん龍角さんもともとアンチだよ、この際だからね、いやめったアンチのこと言ってる、うん、この人もともとアンチだから、龍角は、うん、分かってるよ、うん、ももさん、ポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとう、うん、スタママちゃん、ポンポンプレゼントってありがとう、一見アンチだと思ってた人もよせさんの心を配信したり、本当はアンチじゃない人もいるなってことだけ分かったってね、日村舞ちゃん、ゆきじいちゃん、今あの昭和の人間も時代に流されてできない人もいるよってね、ペペロちゃん、アンチ何、クリさん、いじめられていたのですか、仲良しでしたよってね、うん、みんな仲良くやりましょうよって、そうだね、ひまじんさんいいこと言うね、うん、そうだよ、ひまじんさんいいよ、ゆきじいさん、ダーリンクするよって、失礼しましたってね、うん、まあいいんじゃないの、もう疲れた、よしえの枠を荒らせる、あ荒れてるぞってね、もうさん休憩取るかって、よしえさん休憩しよう、また荒れてるってね、ペペロちゃん、みんな仲良くね、よせさん空気を変えて歌聞きたいって、ありがとう、逃げずに向き合いなさい、風もアンチだからね、逃げずに向き合いなさいって、これも風もアンチだから、もうずっとアンチ分かってる、王さん歌いいねってね、いつもあまり長居しないんで知らなかったってね、リスナーさん同士の揉め事いろいろあるんですね、そうゆうたろうくん、ゆきじいちゃん、今の仲良くは何でしょうか、昭和の仲良くは何でしょうか、笑ってね、ねねちゃんにどうしてそんなこと言ったのがか聞くべきですね、それが平等だって、だからねねちゃん謝ってたじゃん昨日みんなに、うん、謝っても許せないのみんな、うん、謝っても許せないの、うん、ね、私だったら許すけどね、意地悪されて、うん、私だったら、人間はね、うん、その時によって気分が違うのよね、機嫌がいい時と悪い時ある、誰だってそうじゃない、違う、ねねちゃん謝ってますよみんなにね、やられた人は忘れない、うん、それは自分の胸に押さえといてね、私だったら許すね、あ言われたけど相手は謝ってくれてる、人間は誰も失敗があるね、私だったら
許すけどね、うん、関係あるから聞いてる、笑って今からシャワー浴びるので失礼しますって、ありがとうゆきじいちゃん、ありがとう、うん、あんまりしつこいと私嫌だね、もういいですよ別に、うん、慎吾じゃないけどさ、うん、嫌な人は離れてっていいって言う、よく慎吾言うけど、慎吾の言う通りかも、そこまでさしつこいとね、うん、もういいじゃない、どうでも、龍角くどいわってね、妖精さんお疲れ様、あもめごとストレスだし疲れますよね、お互いに仲良く、うん、してほしいねって、みーちゃんの言う通り、うん、みーちゃんいい人だ、うん、いい人だよ、逃げないでください、負はアンチだからね、これ負はアンチ、うん、この負はねアンチ、消しますかこの人、うん、いいですよ消しても、先に質問よせさんって、そうだよね、ありがとうゆきじいさん、ありがとうね、私毎日こんなまま揉め事じゃ嫌だよ、もう疲れたよ、疲れたよ自分が、うん、ねねちゃん謝ったじゃんって、さくらちゃんそうだよね、いよいよブロック祭り、しずくちゃんリスナーが決めるように、枠主もリスナー選んでいいと思う、よせさんがねねちゃんを、うん、歓迎するなら周りがごたごた言うことじゃないよ、あとは当人同士で解決してください、うん、しずくちゃんいいいいコメント、ありがとうありがとう、しずくちゃんラブマカちゃん、いいねを参考、ありがとうありがとうね、ありがとう、うん、大磯さん消しましょうってね、つづこちゃんってね、ふうさんってアンチだからね、ふうってアンチだから私分かってんだよ、ふうって昔からアンチ、もう分かってる、しずくちゃん長文ごめんねって、そんなことないよ、しずくちゃんの言う通りだ、うん、偉いよしずくちゃん、大丈夫だよ、うん、いいコメントだったよ、ありがとうありがとうね、うん、そうだね、さくらちゃん、さくらちゃんは私と同じ意見だよ、うん、ありがとう、お疲れ様って、ペペロちゃん、しずくさんだってね、うん、いいんじゃないね、だってさ、ね、一人の人を攻撃するっていうのはかわいそうだと思わない、ああ、私か謝ってんだよね、姉ちゃん何回もね、うん、あ、さくらちゃん、姉ねちゃんはカルマンジュさんの時にも謝ったよって、うん、もうさ閲覧あるにナイス伸びないとこりゃーって、ほんと、うん、皆さん、ナイスよろしくお願いします。ナイスよろしくお願いしますね。皆さん、ナイスよろしく。ね。あ、イベントさん、ポンポンさん、こう、ありがとう。ありがとう。うん。いやー、ペブロちゃん。こちら、自家製パンペーキさん。
よせさんナイスしました、ありがとう、ありがとうね、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、167名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイスよろしくお願いします。しにくえんさん、よせさん抱っこだって、ポンポンさん、こうありがとう、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう、ふーちゃん今ナイスよろしくは良くないですよ、空気読みましょうって、もうね、あんたの言うこと聞かないよ、ふう、悪いね、私はね聞かないよ、あんたアンチだから、ずっと分かってんだよ、大きなお世話だこの野郎バーカ、さくらちゃんナイスよろしくありがとう、あ、にゃんこちゃん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 、つめーって、ありがとう、ありがとうね、さくらちゃん、ありがとう、ペペロちゃん、ナイス、増えるぞ、ミスタードーナツってね、モーさん、血圧ってね、大磯さん、ふうはもともとアンチだよ、そうでしょ、名前コロコロって、私もアンチって分かってた、ふうは、大磯さんの言う通り、死にくえんさん、この野郎って、これもアンチのような気がするな。イベント盛り上げたいさ、ナイスもプレゼントしたって、ありがとう。ポンポンさん、こうありがとう。ナイスもありがとう。ありがとうね。イベントさん、ありがとう。夜は何食べるのって、焼きそばだよ。ここにあるよ、焼きそば。あるよ。ありがとうね。168名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイスよろしくね、あ、そうだね、めいちゃん、あら、いなくなっちゃった、あれ、ベリサちゃんが何か言おうとしたらいなくなっちゃった、たっちゃん、ポンポンさん、こうありがとう、カップ焼きそば違うよ、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう、ありがとう、さくらちゃん、ありがとう、喉に詰まらせないように気をつけてねって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、皆さん、しずくちゃん、仕事に戻ります、明日もナイス来るからねって、ありがとう、お疲れ様ね、しずこちゃん、お仕事大変ね、頑張ってね、しずくちゃん、ありがとう、ありがとう、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こうありがとう、自家製パンケーキさん、ポンポン、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ポンポンに、こうありがとうございます、ナナちゃん仕事終わったよって、ありがとう、ご苦労さん、ナナちゃん、ポンポンさん、こうありがとう、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとう、156名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイスよろしくお願いいたします、よろしくね、水分補給してね、ありがとう、ナナちゃん、いや疲れたわって、疲れるよね、お仕事はね、お仕事疲れるよね、ご苦労さんね、ご苦労さんね、さくらちゃん、さっきベリサさんから綺麗なバーブルバーロンいただいたよ、あ、そうなん、ありがとう、さくらちゃん、ベリサちゃんからありがとう、ベリサちゃんありがとうございます、バーブルバーロン、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ね、流れちゃってごめんね、ありがとう、コメント流れてごめんね、ありがとう、みゅーちゃんナイスしましたって、ありがとう、もうさもう7時ってカラオケ好きだって、よせさんこんばんは、昨夜痛いって言ったけど今日はって、ね、
おゆかちゃん、人工ですこうちゃん、ポンポンさんこうありがとう、初コメさんよろしかったらナイス、よろしくお願いします、よろしくね、ありがとう、イベント盛り上げ大さん10倍ポンポンありがとうございます、ありがとうありがとうね、皆さんありがとう、ななちゃんやってらんねえ、感想ってね、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこうありがとう、自衛隊アンチだからね、自衛隊アンチ、私何でもわかるよ、みんなさんありがとうってね、さくらちゃん、ありがとうね、イベントさんこちらポンポンさんこうありがとうございます、ありがとう、147名の閲覧の方、よろしかったらナイスよろしく、太郎ですってこんばんは、ナイスをしましたってありがとうありがとう、ななちゃんアンチもいい、アンチイモイエモイってね、ああくたびれたもん眠気ぶっ飛んだ、飛んじゃうよこれじゃん、眠気なんか出ないね、気分もぶっ飛んだ、そうだね、あでもぶっ飛ぶね、ぶっ飛んだよもう、いいんだよもう、なんでもぶっ飛ぶよ、参ったよ、そうね、さくらちゃん10円でも皆様の大切な善意です、よせいさん感謝です、その通り、さくらちゃんの言う通りだよね、そうだよ、本当にそう思うよね、さくらちゃんの言う通りだよね、138名の閲覧の方、よろしかったらナイスよろしくお願いしますね、パポちゃんありがとうございます、ナイスよろしくね、ね、いろいろ揉め事あったからナイスストップになっちゃった、少しよろしくお願いします、ナナちゃん風船ナナ子ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ペペロちゃんナイスが増えるぞ、ミスタードーナツってね、増えるかな、何もしなくても増える、137名だよ、増えるかな、増える、やってみる、ありがとう、やるかい、139名の閲覧の方、よろしかったらナイスよろしくお願いします、ありがとうね、ありがとう、ナイスが増えるぞーおーミスタードーナツ、はい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 、いくらか増えた、増えた、わかんねえよ、増えた、え、増えた、ナイス増えるぞって、え、はい頑張れる、本当ありがとう、増えた、いくらか増えた、本当、あさっきの騒ぎね、ありがとう、あ81だってナイス増えたよ、ありがとうこうちゃん初コメってありがとうね、こうちゃんも初コメさん、よろしかったらナイスよろしくお願いします、よろしくね、みんなありがとう、ちょびっと増えたと思います、笑うってそうでしょね、なんか、
ちょびっと増えた、うん、そうね、なんかね今日もね長時間やった割にねちょっとかわいそうね、疲れたよ、もう昨日の夜の続きだもの、参っちゃうよ、なんでああいうことになるんだろうね、昼間からね、おかしいね、ね、おかしいよ、ああ疲れた、ノライモンさん無理せずってありがとう、いや暗いねって、そうなのよ、暗いよノライモンさん、なんかあったのって、うん、あるよいろいろ、うん、ああジュリちゃん、ヨセさんこんばんは、黒猫ちゃん、ヨセさんさっき見に来たらいなかった、じゃあ落ちっこしてたんだよ、ありがとう黒猫ちゃん、いいねありがとう、いいねありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、みんなありがとう、ありがとうね、なんとか今少しナイス増えないかな、ナイス増えないかな、笑うってね、ナイス増えないかな、トイレ行くべかって、もうアミーちゃん、最近ミスタードーナツお店とヨセさんのナイツが増えるとミスタードーナツじゃ歌いますって、そう、あ深呼吸ってね、あ頭カッカしてる今、頭カッカしてます、頭おかしい、なんかくたびれた、ありがとう、トビーちゃん、こちら、バーガー5個、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。ぬんちゃん、ナイスしたよって、ありがとう。ジュリーちゃん、ナイス、今日の分はしたから、またするからねって、ありがとう。リスナーさん、ヨセさん、こんばんは。昨夜はお疲れ様でしたって、風船さん、こう、ありがとう、ありがとう、リスナーさん、ありがとう。リスナーさん、今日もえらい騒ぎだったんだよ、今。すごいことだった。うん、すごいこと、リスナーさん。ゆうべと同じようなことだよ。疲れたよ、リスナーさん。うん。前期か、まだ先が長いので、ヨセさん、ペースでやってほしいって、ありがとう。うん。うん、コメント飛ばさないで、ちゃんとコメントしてんだからさ、ってね。今日は忙してくれませんでしたって、あららってね、うん、そうだよ、すごかったよ、昨日と同じ、夜と同じよ、私くたびれたよリスナーさん、うん、疲れた、ほんと疲れた、うん、ね、どうしていいか分かんなくなっちゃった、もういろんなことがあって、うん、ごめんねって、大丈夫だよナナちゃん、ナイスしました、今日から彼女と花火見てきます、あ、行ってらっしゃいね、よかったねユージさん、彼女と、うん、盆の入りでした、そうなんだ、あペペロちゃん、ヨセさん横にならなくて大丈夫って、うん、お互いお疲れさんってね、ナナちゃんごめんね、おばあだから笑うってね、黒猫ちゃん昼前に泣いてたもんねって、うん、いや大丈夫ですよって、ナナちゃんね、何が原因って、リスナーさん、ネネちゃんのこと、ネネちゃんのことだよ、うん、昨日と同じ、うん、大変だったよリスナーさん、ほんとくたびれた、うんうん、ねねちゃんがね今日コメントくれたのよ、今お仕事してますって、ヨセさん、ヨセさんの枠に私行っていいですかって言うから、あいいよって、うん、ねねちゃんこちら行っていいんですかって言うから、うん、大丈夫だよねねちゃんって言ったの、そうなんだって、みんながね、うん、
ねねちゃんにいじめられたって、ねねちゃん謝ったけど許してくれないね、みんな他のリスナーさん、そんな気がする、うん、ね、そうだよ、私くたびれたよリスナーさん、昨日と同じだよ、困ったよ、ね。大変だね、こういうことってね。イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。ジュリーちゃん、ヨセさんって、うん、暗くなってきたって。イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。明日から一日お休みいただきましたって。そう、一回こじれるとダメねって。本当だね、リスナーさん。うん、そうだね、姉ちゃんコメントくれたんだよ今日、今は仕事中で、ヨシエさんの枠行っていいかいって言うから大丈夫だよって言ったのよ、うん、そうしたらみんなでね、あ、いろいろになっちゃった、あれだけ謝ってもね、みんな許してくれないのよね、結局はね、そう思ったよ、東京の方では、あ、今日はお盆だそうです。そうですね、大磯さんね、うんうん。そうだね、外暑かったからね、頭痛するやねって本当だね。頭痛すごいね。ナナちゃん。風船7個ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、風船ありがとうございます、ありがとう、13、16、17、18、もう7時か、7時なんだね、ね、うん、自衛隊ってアンチだからね、もともと自衛隊はアンチだから、まるちゃん、ポンポン、ありがとう、ありがとう、ななちゃん、笑うってね、もう疲れたよ私、もうさ、やられたこと忘れる人と忘れずに引きずってしまう人がいるってことだね、そうだね、モーさんね、うん、そうだね、意見が違うからね、みんなそれぞれね、それだよね、うん、ジュリーちゃん、ヨシエさん、休憩してねって、ありがとう、キューピーちゃんは枠には来ないですか、うん、来ないね、うん、来ない、うん、パーナちゃんも来ない、うん、パーナちゃんもね、うん、よく応援してくれたけどね、そうよ、あぐりちゃん、ゆせさん、こんばんは、こちら、ポンポンさん、こうありがとう、ありがとうね、こう自衛隊ってね、うん、アンチだからね、今音楽鑑賞をしながらヨシエさんの声を聞いてるよって、ありがとう、ナナちゃん、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、こうありがとう、クリーミーちゃん、そろそろ休憩ですよって、そうだね、相原さん帰ってこないねって、うん、6時半だよ終わるん、うん、リスナーさん、みんなヨシエさんが好きだからいろいろ悩んでいると思うよって、そうですか、アーナちゃんも二度とこの枠に来ないと昨日言ってましたってね、ありがとう、ポンポン、ありがとう、チョコちゃん、こちら、ポンポン、ありがとう、私事でごめんって、配信ではリスナーさんも
配信者さんと帰りしないとってね、うん、エリアーブ禁止ねって、うん、ナナちゃん朝の4時30分から畑仕事をしてて昼過ぎ終わったから大ごとだわナナってね、そうなんお疲れ様ね、黒猫ちゃん栄養をつけてねってありがとうありがとうねありがとう。私もうね疲れたよ本当に。リスナーさん同士のね揉め事っていうのすごい疲れる、うん、もうくたびれた、ほんと疲れるね、そう思いますね、ナナちゃん、大事だってね、ヨシエさん、花火に行って、そりゃ揉めるわってね、涙ってね、じゃあ配信やめますかってね、さてさて、今度はどうなるかって、今夜はどうなるか、俺たち青春、ヨシエ枠、どうぞお楽しみにってね、リスナーさん、ヨシエさん、この枠で休憩してねってね、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、7時だもんね、そうだね、うん、休むよ、うん、休む、疲れた、うん、疲れるよ私ね、クタクタだよ、もうさちゃんと休憩とってねってありがとう、うん、取るよ、信号はって信号でかけてる、うん、ね、暗くなってきた、少し休んでねってありがとう、木村めいちゃんありがとう、リスナーさん、あ、わかった、この枠でねありがとうね、うん、なんかね私また揉めるような気がするんだよ、夜恐ろしいよ、こうちゃん、去る人もいれば新しく来る人もいますからねって、本当だね、こうちゃんの言う通りだね、うん、その通りよ、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう、アンチみんなブロックした、変なコメントを見たくないってね、うん、こうたさん、電気つけないですか、あつこめってありがとう、あつこめさん、ナイス、よろしくね、もう休憩しますからね、ありがとう、こうたちゃん、夜の部は気を取り直して楽しく行きたいですねって、みほみほちゃんの言う通りありがとう、電気、みーちゃん、よしえさん、お疲れ様ありがとうってね、こちらこそ、作業枠にしたら何かしながらでいいよってありがとう、うん、イベントさん10倍ポンポンありがとう、リスナーさん、以前も去った人たくさんいましたね、そうですね、リスナーさん、うん、本当だね、いっぱいいたね、うん、でも新しい人も来てくれるからね、リスナーさん、そうですね、うん、自衛隊さん、こちら、アンチですよ、高菜さん、よせさん、毎日お疲れ様ですって、ありがとう、ありがとうね、みんな、うん、ありがとうございます、去る人もあれば、また新しく来てくれる人もいらっしゃいます、それが配信ってもんですね、そうですね、うん、ありがとうありがとうございます、うん、イベント盛り上げたりさん、ポンポンさん、こうありがとうございます、ありがとう、慎吾、うん、ってさ割とねそういうとこあっけらかんとしてる、うん、あ、いなくなったらいなくなってでいいんだよ、新しい人が来るからって、うちの子はそういう主義ね、うん、そうだよ、うん、あの子のことね、そうなんってそうよ、なぜ去るかを考えた方がいいです、みんないつか戻ってくれるといいですねって、リスナーさん、そうですね、トッピちゃん応援してるからね、休んでくださいねって、ありがとうありがとうね、本当ありがとうみんな、うん、うん、ありがとう、仲良しリスナーさんの皆さん、よしえさん応援よろしくお願いいたしますって、ありがとう、
さくらちゃんありがとう、いつもありがとう。さくらちゃんはね、気持ちがよく分かってくれる、うん、私と同じ意見だよ、ありがとう、ありがとうね。しんごはお線香もたかない、お墓参りもしないんだね。そうですよ、うん、うなぎ食べたいって、うん、自衛隊アンチだから言わないよ。ななちゃん、しんごはしんごで頑張ってるからいいじゃんって、ありがとう。そう、ななちゃんありがとう。イベント盛り上げたいさん、ポンポン参考ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうね。悲しいよ、リスナーさん同士でこうなると悲しいよ私ね、ほんと悲しいね。こういう気持ちって本人じゃなきゃ分かんないよね。あ、こちらイベント盛り上げたいさん、ナイスをしたよってありがとう。10倍ポンポンありがとうございます、ありがとう。あ、キシラクソメガネさん、エアクライナー全然見えないわってありがとう、ありがとう。後ろの日コンビニうなぎ買っちゃった、そういいね、うなぎ食べたいわ。ポーパボちゃん4回目だねってね、ミオリンゴちゃん暗黒のよしえってね、ナナちゃん悲しい、以前分かってない男のアンチが多すぎるってね、ありがとう、ありがとう。さくらちゃん悲しいですよ、どうして分かってあげられないんですか、やめろって。本当だね、さくらちゃんと私同じ意見だよ、ありがとう、ありがとう。またーん、私はヨセさんもシンゴさんも応援してますって、ありがとう。こうちゃん、悲しいけど、来てくれるリスナーさんはってね。あ、ダーリン、モーさんお疲れよしって。ヤジウラさん、ヨセさんナイスって、ありがとう。リスナーさん、赤文字だって、ありがとうね。これで終わりにするね。ありがとう、リスナーさん。ありがとう。700いったよ、ありがとう。ななさんありがとうって、さくらちゃん、ゆかりちゃん、よせさん、焼きそば食べる、食べるよこれから、そうだよ、もうさんパチパチ、かっぱまるちゃんこれで一休みって、ありがとう。ゆかりちゃん700さんだって、イベントさんポンポンさんこありがとう。おしんさん、おゆかちゃん、よせさん、ゆっくり休んでまた夜会おうって、ありがとうね。リスナーさん、私も夕食します、よせさんゆっくりしてねって、ありがとうございます。みほみほちゃん704ナイス、すごいって、ありがとう。ふわふわちゃん700ナイス、一休みしてねって、ありがとう、ありがとうね皆さん。おしんちゃん、イベントさんいつもナイスしてるからねって、ありがとう。ポンポンさんこありがとう、イベントさんありがとう。おはぎちゃんばんちゃーってありがとう。ポンポンさんこありがとうね、ありがとう。なおちゃん、よせさんお部屋暗くなってきましたねって、ありがとう。なおちゃんありがとう、これで休憩しますからね、ありがとう。おしんさんこうも、さくらちゃんありがとう、皆様ありがとう、感謝です、また夜ねって。パポちゃん洞窟みたいだって。黒猫ちゃん真っ暗になってるってね、ゆっくり休んでくださいねって。なおちゃんありがとう。おはぎちゃんゆっくり休んでねって、ありがとうね。イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこうありがとう。またお疲れ様、ゆっくり休んでねって、ありがとう。もうさん、稲川よしえだって。こうちゃん、楽しみましょうって、ありがとう。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。イベント盛り上げたいさん、10倍ポンポン、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。あと6分だね。ありがとう、みんな。ありがとうございますね。
うん、ありがとう、みんな。うん、暗い。笑うって、木村めいちゃん。うん、だって、これから電気つけるの。大変なのよ、起きて。あ、あと6分だからごめんね。ごめんね。うん、これ、心霊配信みたいだね。ありがとう。ありがとうね。うん、私もご飯食べるからね。休憩してね。もうさ、慎吾さん帰ったの。帰らないよ。なんか食べ行ったんじゃない？また出かけたよ。いいのよって。ありがとう、キヌアルメイちゃん。ありがとう。悪いね。ごめんね。大丈夫かな。懐中電灯って大丈夫だよ、なおちゃん。ありがとうね。営業って難しい。仕事疲れたよ。よしえさん、営業は難しいわよ。69さん。慎吾もね、営業したことあるわよ。ソーラー会社で。大変よ。営業はお客さん取らないとだからね。大変よ。ね。イベント盛り上げたいさん。ポンポンさん、こう。ありがとうございます。ありがとうね。もうさん、立てるとき、電気をつけようよ。暗いしって。うん、わかるよ。電気つけるよ。ありがとう。うん。マミーちゃん、また後で来ますね。夕食食べて。ゆっくりしてくださいって。ありがとう。マイ69さん、ありがとう。ヨシエさんって、ありがとうね。こちらこそ、こちらこそね。ダーリンさん、白湯飲むべえかって。ジェイさん、ヨシエさん、こんばん。長時間、お疲れ様でしたって。ありがとう。ありがとうね。何？さくらちゃん、まるちゃん、またね。ヨシエさんって、クリミーちゃん、またねって、呼吸すべってね、ダーリンさん、ありがとう。あと4分ね。うん、ヨーコちゃん、また来てみたら、暗い、面白い、笑うってね、そうなのよ。うん、ありがとう。ジェイさん、信号帰宅した、しないよ、またどっか行ってよ。ご飯食い行ったんじゃないの？電気くらいわかるわって。もうさん、お生、お生納豆さん、いう、七夕風船って、ありがとう。お生納豆、お生納豆様、ありがとう。七夕風船、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。わかんなかった。ごめんね。おかま納豆汁さん、七夕風船、お当たりいただきましたって。そうなの、ありがとう。ジェイさん、ニートなのに贅沢な食事だ。名前間違えました。失礼しますって。もうさ、みーさん、よしえさん、顔見えなくなってきましたって。じゅんちゃん、あいはらさん、帰ってきたって、まだだよ。6時半まで。ありがとう。ありがとうね。もう3分だから言っとくね。皆さん、遅くまでありがとうございます。ありがとうね。うん。私もご飯食べるね。焼きそば食べる。ありがとう。ありがとうね。いつもありがとう、みんな。ありがとうございます。本当ありがとう。みんなありがとう。ジュリーちゃん、また来るね。ヨシエさんって、ありがとう。ナオちゃん、ヨシエさん、たくさんありがとうございました。とんでもないです。みんなありがとう。私の配信見てくれてありがとうね。これ猫ちゃん、フレフレってね。またねってありがとう。さくらちゃん、また夜ね。バイバイってありがとう。みーさん、お疲れ様でしたってありがとう。みんなありがとう。嬉しいよ。ひよこちゃん、また来るねってありがとう。ありがとうね。みんなありがとう。残り2分。永泰さん、700ナイス。お疲れ様って。ありがとう。クソメガネさん、暗闇だって。皆さん、ありがとう。ゴンタちゃん、ナイスポチって。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。みんなありがとうございます。ゆかりちゃん、
本当にお疲れ様でしたってありがとう。あ、ふいちゃん、お化け屋敷お疲れ様でしたってありがとう。ワインでケーピーありがとう。ふいちゃんありがとうございます。ありがとうね。ゆかりちゃん713だってありがとうね。ありがとう。ねえ、いろいろあるのよ、ふいちゃん。あ、大変だった今日も。大変だったよ。みーさん、ふわっちメガホン、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。笑う。ワインありがとうってね。さくらちゃん、ありがとうね。あと1分。お化け屋敷だね、これね。